メイクが完了しました。ごきげんよう、わらわです。はい、本日もすっぴんで失礼いたしますが、今日は髪をかなりバッサリ切っていこうと思うので、そのね、準備やら何やらを撮っていこうかなと思います。今日はトリートメントとカットだけで、今までで 1,2 を争うぐらい短くしちゃおうかななんて思ったりしちゃったりして、ちなみに今の長さがねこのぐらいなんですけど、前髪止めてるからねこの長さだとちょっと長野さんみたいになっちゃうんですけど、もう結べるようになっちゃった時点でもう嫌なんですよ。もう結びたくないの基本。髪結ぶとなんか頭痛くなるんだよね、引っ張られて。かなり緩く結んでも痛くなっちゃうから頭が。できることならね、常に髪を結べないぐらい短くしておきたいんですよね。学生ぐらいの時はなんか正直指名とかってよく分かんなかったんだよ。切ってもらう人って誰でもよくねって思ってたから、やっぱ大人になっていろんな人に切ってもらったりとかすると美容師さんとの相性めちゃめちゃ気になるようになったんだよね。多分今の人がね別のところ行ったり辞めちゃったりしたら多分美容室ごと変えると思うわ。なんなら今日もね、なんとなくこんな感じにっていうのはありつつも、いつもそうなんですけど相談しつつね、ちょっと変えたりとかもしようかなって思ってるんで、今こんな髪型にしようって思ってるのとは違う感じになっているかもしれないです。メイクが完了しました。これね、今なんかそんな跳ねてないけど、朝起きた時もこうなってんのよ。 こうじゃなくてこう跳ねてんの。こうもう分かる、こっちから風吹いてるんかみたいな感じのさ、羽が出ないようにもう本当に短く切る、ボーイッシュ系みたいな感じにしたいなって思ってるんですけど、それもねいつものごとく美容師さんに相談して短くするのか、そこそこ短くするのかっていうのをね決めたいと思います。入るほど飲みますもんね、荒れる方に荒れる方にみんなやっていっちゃうんですよね。そう学生あるあるとか出す時に、うん、まあ、学生高校生の設定だから、うんうん、やっぱり制服着ないと成立しないじゃないですか、うんうん、制服で私可愛いよであれしてるわけじゃなくて、うんうん、設定上仕方ないから仕方なくてやってるだけなのに、うんうん、荒さが制服とか、そんなこと書かれんの？めっちゃなんかやっぱおばさん何してんのみたいな、怖い、どうせ叩くなら内容で叩いてくれよみたいな、うん、thank you.
ったら乾かしてそこにワックスだけでもいいし、ちょっと今みたいにこう動き出して、例えばこういう今日みたいなワンピースのガーリーな格好の時あるじゃないですか、うん、そういう時はちょっと動き出してあげた方が似合うから、こういう感じでちょっとこうアイロンでこの辺動きつけてあげて、でワックスを軽めのワックス、ハードじゃなくてソフトのワックスを中に、こういう感じですね、うん、こんな感じ。はい、というわけで今日は美容室に行ってきて、かなりバッサリ髪を切ってきたんですけど、本当に中学生以来の短さ、いや中学生でもこんな短いのなかったんじゃないかなっていうぐらい、もう個人的にはかなり気に入った感じにしてもらいました。本当にありがとうございました。あとはもう教えてもらった通りにセットできるようにね、練習して自分でもね同じ髪型を再現できるようにっていうところですね。それでは今日はこんな感じで、天真爛漫チャンネルはバンド 2.1 流のギターの組長とボーカルのわらでやっているチャンネルでございます。登録者数1万人目指しているので、少しでもいいと思ってくれた方はぜひ高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。それではさらばじゃーん。自分の努力を信じて抱えたまま笑えますように、その流す涙も乾いた心潤してくよ。恵みの雨止めない。